白髪が増えてきましたね。まあ多分でも俺は染めんと思うわ、うん、共に白髪が入るまで。え、ね、白髪白髪白髪何ですか、うん、アート姉ちゃんいないや。アート姉ちゃんの CM ってそんなんしました？ないないんかい。何ですかそれ、うん、まあまあ、まあ、いろいろあるわけ。知らなくても何よそ知らなくてもいいこともよ山ほど多々あれど、その結論の仕方強引すぎてしまう。まあ前途多難な青年であれば前途有望な どっちがそう右と左どっちでしたら多分なお足持つ方が右だろ。違うそういうことじゃなくて、いつもです。いつも僕が右でしたから。お茶碗持つ方か。右左が分かる。君は箸を持つ方が。俺が箸持つ方、うん、右か。で、編集長はあのお茶を持って食べるから。喋るなラジオ、ま、始める前に喋るないつもこれ、始まったら疲れる。わけわからんわ。キャンプ TV 2人よもやま話、5月号でございます、春はあけぼの、うん、秋は小錦これもうまいぞ笹錦。いや知らんわまあまあ例のいつものオープニングですよ。いやいつものオープニングですけどもね、うん、いやなんかね、いやこれを言おうと1ヶ月なんかね、考えとった感がすごい伝わってくるから、まあ、ちょっとそれに笑ってしまった。何回か続いたからせやないかんのかな。でもね、もう大変よ、1ヶ月間これ忘れずに書いときゃええやん、なんかに。それ、まあ、その1個考えたら次は出てこんっていう。あ、そうですか。まあ、いうことがありますけどもね、今日は今回はそうなんです。今回はちょっとね、特別編というかね、この終わり、いや最終回なんで特別っていうのが最終回になってくるの、いや1周年記念。いやどこがまだ 3,4 ヶ月ですからね、これ初めて、うん、いやもうなんでそんな暗い方向に持っていくんですかもういいですか、喋ってもどうぞ。本物のことじゃあ君の番僕の番っていうか、まあ、ずっと僕が喋ろうとしてたんですけども、今日はキャム TV にこれラジオ、うん、放送してるんですよね。ゲストが来る。ゲストじゃない、キャム TV とこれコラボして。いやもう俺の話を聞いて、はい、うん、キャム TV とこのラジオ、うん、今日はコラボしております。はい、はい、最初から撮り直し。いやいや、せえへんわそんなもん。カメラめんどくさい。なんでカメラ見てるかなと思って、ね、このラジオの時間ほんまにね、1ヶ月ぶりのご無沙汰です。体力使いますね。皆さんお元気でしたでしょうか。ちょっと待って、なんで同時に2人違うこと喋ってるんですかこんなラジオ聞いたあれうま結構おいしいぐらいの感じで7年別に罰ゲームでもない。いや、いい感じです。違うわけだ。7年いただきます。うん、下から。あ、すみません。いただきます。いただきます。じゃあ行きますよ。はい。はい、例のコーナーです。はい。高井の時間です。どうぞ。はい、高井の時間ですということなんですけども、まあ。この時間だけは私高谷が一人で誰の邪魔もされずに好きなここにいるぞ。いやいや、コンセプトが違うじゃないですか。ここの時間だけは僕が、好きに喋らせてもらえるということなんで、今日も、ちょっと好きに喋らせていただきたいなと思います。今日はね、棚上げっていうことに関して僕が思ったことをちょっと喋りたいなと思っております。棚上げって聞くと何か問題をごまかしたりこう曖昧にするような嫌な印象がありますけども、これを自分に対して適用するとき、これほど便利な言葉はないと思うんですよね。うん、
例えば親がこの点数、子供の点数テストの、見て言います。何この点数は、え、お母さんこんな点数取ったことないよ。絶対にあります、絶対にあります。多分ですけどもね、だいたい勉強しろとうるさい人っていうのはね、勉強してこなかった人なんじゃないかなって思うんですよね。まあでもそういうことを、そういう自分が勉強してなかったっていうことを、棚に上げることによって子供に教育することができるんですよね。あとテレビなんか見ていて、こう偉そうに語っている評論家とか、見ておりましても、棚上げすることによってあるセリフが言えます。それは、だから最初からそう思っていた、だから最初からそう思っていた、だから結論を言います。最初からずっと前から予想しておりました。そう、この問題のすべてを、だから最初からそう思っていた。誰でも言えます。自分の問題、予想することができないというような問題を棚に上げることによって何でも言うことができるんです。こういうことは人間の世界だけ、でもありません。例えばバックの世界なんかでも、それ自身、自分自身がゴミになるということを、その問題を棚に上げてエコバックと言って大量に生み出されております。食べ物の世界なんかでも、ご飯ってやつは自分がかけられたり、こう炊き込まれたりしていても、その問題は棚にあげて炊き込みご飯、卵かけご飯、自分はかけられたり炊き込まれたりしとんじゃ、かけてる、炊き込んでると言い張ってるって、これはちょっと違うかもしれないですね。これはちょっと違うかもしれないですね、うん。あとこの世の中に、まあ、メインは子供に対してっていうことなんでしょうけども、こう前だけを見て、こう下ばかり見ずに立ち止まらず進んでいこう、そうしなければならない、こういう問題がありますけども、このことを棚に上げて下を見てみると、よく止まれと書いてあります。棚上げっていうのはすごく便利です。私は最後に、棚上げということを自分は、便利に使っているということを棚に上げて皆さんに言いたいと思います。皆さん、棚上げをしてはいけません。どうもありがとうございました。たかやの時間ですせーでした。腹に一物背に荷物や、歩いて10分とんでも8分ですよね。いや、もうなんかね、決め言葉すぎて内容が入ってこないんですよ。だからこれ、考えてね、買い取るし、ほんまに買い取るし、スタッフ、あれからね、スタッフ募集かけてますけど、あれからの結構、いやいや、笑いのつかないので結構反応がね、ごそごそと、そうなの、あるんですよ。で、まあ、随時と言いますかね、随時オーディションちょっとして、ちょっとその話初耳なんですけど、あ、そうなんですか。初めて言うもんね。いや、それ言うてくださいよ、俺結構、いや、複数件やっぱりこう問い合わせと言いますかね。ああ、そうなんですね。まだもう一つストレートにというか、なんかこう動きがあちらこちらでちらほらと、あ、そうなんですね、ありますので、まあ改めて、募集をかけておいた方がいいと思いますので。はい、行きますよ、行きますよっていう。いや、こんな風に言うつもりなかったんですけども、まあ、タム TV では募集をしておりますので、これがスタッフもしくは、または出演者、これ素人でも構いませんので、というかむしろ
あのこれからの人たち何そのはい、ということで、はい、キャム TV2 人よもやま話、5月号、うん、本日もこれでお開きということで、お開きです、はい、宴会みたいになってますけど、パーソナリティの高谷と編集長でした。どうもありがとうございました。よっしゃー、ありがとうございました。長いわもう。